今回はこれからの AI ビジネスという本を読みましたので紹介させていただきます。急激に進化する AI。AI を制する者がビジネスを制する。パート1。人工知能とは何か ?AI テクノロジーの応用領域。機械学習の種類。機械学習の特徴。予測の仕組み。分類の仕組み。ニューラルネットワークとは画像生成とは 自然言語処理の発達。ニューラル言語モデルの登場。価値の最大化を学習する強化学習。ディープラーニングの弱点。データ不足を補うスパースモデリング。コラム。天才アラン・チューリングの栄光と悲劇。パート2。AI ビジネスの登場。AI ビジネスのマーケット。自動運転者とは。自動運転者の技術。 自動運転者での AI テクノロジー自動運転者における課題ヘルスケアの AI 活用医療画像解析診断支援創薬金融機関 IT サービスのフィンテック仮想通貨を支えるブロックチェーン HR テックとは日本の HR テック活用の現状チャットボットスマートスピーカー 予兆検知技術の登場インフラ企業の AI 活用マーケティングコラム仮説設,設定ができる夢の人工知能パート 3AI 活用の時代機械学習の3要素機械学習には POC が欠かせない AI ビジネスの課題条件 POC での課題クライアントとベンダーの役割 AI ビジネスの投資効果デジタルディスラプターの脅威労働人口の減少と労働生産性労働生産性の向上とディスラプターへの対抗デジタルディスラプションへの対抗措置労働生産性向上の方策タスクを自動化させる RPARPA から始める理由コラム 人工知能研究の創始者、ミンスキー。パート4、AI 時代の人材。AI テクノロジーの凡庸性。人工知能が仕事を奪う。中程度のスキルの労働者の居場所が減っていく。経済団体が求める資質能力。人材育成の取り組み方。求められる人材。高速進化の続く IT 業界。 求められる変化への対応力。確固たる知識と情報の選別。幅広い知識によるユニークな発想と多様な考え。アート思考による判断。コラム。人工知能はデータサイエンティストを駆逐するか。パート5。変容する社会における企業の姿。世界の新しい潮流。SDGs。日本の方向性。Society 5.0。 モビリティ、ヘルスケア。ものづくり農、農業。エネルギー、行政サービス。人工知能の産業化。企業とビジネスの未来。人工知能の未来。はい、以上になりますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。